ご紹介しましょう。岩見の府アナミールアゾスキーでーす。アゾスキー拍手しましょう。拍手が。こんにちは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 でございます。日本語は正しいでございますが、岩見の府アナミールアゾスキー氏、なんと豆腐ルートを吹き始めてですね、早もう何年ですか。7年目くらいになりますかな。今まで食べた豆腐ちくわの本数は、3000。嘘、3000超えたかな。3084。ああ、3084。2000といったらですね、アゾースキーが、いや、もう3000超えたということでございますが、さあ、アゾースキー、豆腐ルート、本当にこれ豆腐ちくわで吹いてるんですか。これは豆腐ちくわですよ。これ難しいんですか。はい、木綿豆腐7割、はい、魚のすり身3割の豆腐ちくわの杖ですよ、これ。はい、アゾースキーの場合、これをですね、見事に楽器にしまして、音色を奏でます。では1曲、まあね、論より証拠、ここは吹きましょうか。吹きましょうか。では1曲目、この曲からいきます。貝殻節。ほっとりといえば貝殻節でございます。このヤサホーのところ、アゾースキーの豆腐ルート、もちろんこれ生楽器でございますんでね、音が時折出ないことがあるかもしれませんが、どうぞアゾースキーで乗っております。では貝殻節、聴いていただきましょう。